皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の宇野芽です。今日はですね、素敵なゲストをお迎えしてお話聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ではですね、今日来ているのはですね、青森県の、浪岡高校のバドミントン部です。で、監督の、奈良岡監督と奈良岡光大くんになります。よろしくお願いします。まずは先日の国体優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか？どうでしたか？どうですか？大変でした。結構、はい、大変でした。去年のインターハイのテレビ取材ですか、なんか見たんですけど、その時最後終わった時にもうすごいなんか担がれてじゃないですけど、もう体がボロボロって感じで、まあ、インターハイの時ってあんだったかと思うんですけど、国体は兼ねて、はい、兼ねましたけど、まあ、1日多くても2試合、まあ2試合あった時は4試合ありましたけど、まあ、全然、はい、大丈夫でした。体的には。はい、そうなんですね。なんか先ほどちょっとすごい肉体改造をしたって聞いたんですけれども、はい、今の体脂肪が何パーセントなんですっけ？何パー？いや、わかんないです。ちょっとあれ、6か7です。6か7パーセント、はい、ちょっとどうして知らないんですか？ちょっとあれはわかんないですか？体重計に出ないのは7パーぐらいですけど。ああ、なるほどなるほど、はい、でも今ってなんかその青森県にあるスポーツ科学センターとかそういったところでなんか測定してもらってるって聞いたんですけど、結構定期的に測定してもらったりとかして。そうですね、細かくチェックしたりしてるんですね。はい、してます。で、ちょっと、いろいろお聞きしていきたいんですけど、はい、まずバドミントンは何歳から始めたんですか？5歳です。5歳から、はい、その前は何かしてたんですか？何もしてないです。何もしてない、はい、うん、監督にお聞きしたいんですけど、お父様でいらっしゃいます。で、その5歳になるまでって何か遊びとかそういう中で体を動かしたりとかっていうのはなんか意識されたりしてたんですか？キャッチボールはよくしてました。キャッチボール、へえ。あ、野球選手にしたくて。あ、そうなんですか、はい。もともとお父さんは、バドミントンをされてたんですよね？はい、少し。あ、少しなんですか？はい、そうなんですか、はい。それでどうしてそのバドミントンを、だって今すごいじゃないですか。もう本当にジュニアもすごいし、こんだけ本当にもうインターハイでも優勝するような学校に育ってるじゃないですか、はい、これはどうしてこんなになったんですか？もともと自分もやってたんですけども、すごいその疑問に思うことが、うん、指導に対してですね、多々あって、でこれって本当なのかなとかってずっと思ってたことがたくさんあったんです、うん、はい、それを、ちょっと怪我で早めに引退しちゃってるんです、うん、でその教えるようになってなんか違うよなと思いながらやってたんですけど、はい、でも帰れなくて、うん、怖くて、はい、失敗したらどうしようどうしようみたいなのだったから帰れなかったんですけど、まあ、光大がどうしてもやるっていう風になったので、うん、これだったら失敗してもいいかなってちょっと思って自分の息子なので、はい、でこう試しで、はい、思ってる通りにやってみたら、うん、まあたまたまうまくいった感じ、でちょっとその小3の時に、うん、まあ、上の選手に勝ち出したの で、うん、でクラブ全体もじゃあそれにしちゃえと思って、うん、やるようにしてからクラブの選手もまあ勝つようになって、すごいですね、これでいいのかなとか思いながら、はい、すごいですね。なんかそういうのなんか興味あったんですか？そういうなんか指導とか技術とかっていうのに、うん、興味あったっていう か、 なんか言われるのが納得いかなかったので、うん、いや絶対こうだよなとか思ってたけど、その理論がなかったので説明できなかったんですが、ちょうどこうバドミントンの資格とかあるんですね、はいはい、指導員とかコーチとかの資格があって、はい、まあ、それをこう資格取るにあたっていろいろ覚えていった中で、うん、あ、やっぱこうなんだっていう、であとまあいろんな人出会いがあって教えてもらったりっていうのもあって、で一気にやってみようかなと思ったら、はい、素晴らしいです。じゃあもう結構その5歳で始められた時にはあれですかね、そのまあキャッチボールとかしたりしてたっていうのもあって、で周りの子と比べて最初スタートの時どんな感じでしたか？
全然です。全然、特に、はい、むしろダメな方で、やんなきゃいいのにってちょっと思ったりしてましたそうなんですね、はい、でもそこからのスタートで、じゃあ最初に、一番最初に成績出したのって何なんですか？ちゃんとした成績は2年小2の全国 ABC の優勝なんですけど、うん、なるほどなるほど。でも実はもっとすごい記録があって、はい、全国小学生って4年生以下、5年生以下、6年生以下って分かれてるんですけど、はいはいはい、これに1年生から続けて出た選手って高台以外いないと思うんです。へえ、そうなんですか。まあ、勝ってはいないんですけど、はい、これすごいなって自分的にはちょっと思っていて。へえ、そうなんですね、うん、その時のこと覚えてますか？その最初に優勝した時のこと。ただ一生懸命やろうと思って開発したので、まあそこまで優勝したいっていう気持ちはなかったんですけど、まあ、頑張ろうっていう気持ちでやってて、うんうん、そしたら優勝したので、うん、まあはい、そこからちゃんとやろうかなって、はい、環境的に今ってすごく、まあ、お父さんが指導者で、どんどん多分やれる環境にいると思うんですけど、自分のそのバドミントン欲としてはどんどん強くなっていってる感じなんですか？今は、うんうん、勝ちたいっていう、世界ランクを今上げることを重視しているので、うん、今世界ランク64なんですけど、うんうん、すごい、もっと、うん、はい、上げれたらいいなって思ってます。今すごい海外遠征とかめちゃくちゃ多いですもんね。そうです ね、はい、しょっちゅういろんなとこ行ってますもんね、はい、高校生のうちからこんなに行くんだと思って。それって多い方ですか？高校生で、まあ、多い方に行ってる、ね、そうですよね、はい、すごい。それってあれですか、まあ、個人的に自分でエントリーしてっていう感じになるんですか？そうですね。そうなんですね。なんか海外遠征多いっていうことなんですけど、でその、まあ、今奈良岡君ってすごい食事を、まあ、いろんなとこから指導を受けてるってお聞きしたんですね。でそれを取り入れたりして、なんか海外遠征行くときもやっぱなんか食事って気をつけて、なんか意識してやってるんですか？そうですね、まあ、野菜とか、うん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 、あの脂肪分はあんま足らないようにしてとか、あ、うん、筋肉つけような、うん、鶏肉だとか、うんうんうん、まあ、そういうのを食べてます ね、 食事送ってもらいましたけど、はい、鶏胸肉とか、あの、ね、サラダチキン系のやつとかも取ってて、結構意識してるんですね。そのなんか意識するようになったきっかけって何ですか？なんかインターハイがあって、はい、インターハイの時に、うん、インターハイは1日4試合とかあるので、はい、まあ、体が持たないくなっちゃうので、うん、まあ、そのために体を鍛えようと思ってやったのがきっかけで、うんうん、まあ、その方がなんか海外でも1日2試合とかあるので、うん、まあ、体を鍛え始めてから、うんうん、まあ、勝ちやすくなったので、あ、すごい体感があるんですね、はい、すごい、はい、